ゴール前ふわっと開けて、さあ枝元シュートを打てるか、シュート決まった、3点目、藤枝前 FC 3点目で取りました。完全に枝元のタイミングで、枝元の時間でシュートを打ってゴールを決めてきました。森岡隆三監督腕組み苦笑い。藤枝からやってきたおそらく10人ほどのサポーターも喜んでいます。このプレーです。ふわっと上げたボールで、ここからも枝元タイムでした。自分の時間で余裕を持ってシュート。もう一回角度を変えて、ふわっとした落としからの枝元のシュートでした。